はい、どうもこんにちは。今回はですね、イギリス旅行の3日目ですね。で、3日目はですね、大英博物館と、あとは、ハーマジェスティシアター、イギリスのウェストエンドにある、ミュージカルの劇場で、オペラ座の怪人、The Phantom of the Opera を見てきましたので、それをですね、レポートさせていただきたいと思うんですけど、まずは大英博物館行く前に、ちょっとね、早いお昼ご飯を、さっきのレストランで食べてきました。で、その後はですね、とことこお散歩しながら、なんかここのベンズクッキーっていうのがね、なんかめちゃくちゃ美味しいらしいんですけどね、ちょっと食べれなかったんですけど、あとがピーター・ラビットですね。ピーター・ラビットね、やっぱイギリスではね、大人気で、いろんなところにウサギちゃんがいるんですけれど、これもピーター・ラビットですよね。はい。で、この日は雨が降ったりとか天気が良かったりとかする感じで、この撮影してる時はね、雨が降ってなくて良かったですね。で、こうゴディバのお店ですね。ゴディバのお店も、まあ、日本ではあんまり見たことないチョコかな、売ってて、まあ、興味があったんですけれどね。はい。イースターの時期と重なっててね、卵型のチョコとか結構売ってまして。あとはこれ大道芸人ですね。結構イギリスはですね、大道芸人さんがいろんなところにいて、そういうお客さんがね、なんか本気で見入ってて、で、お金をちょこちょこね、本当に払ってたんで、大道芸人もね、結構文化が発達してるのかなとか思ったんですけど、で、とことこお散歩してきまして、で、大英博物館に到着いたしました。で、この大英博物館ね、これマジでね、中めちゃくちゃ広いんですよね。もともと大英博物館って個人のコレクションだったんですよね。お医者さんのハンス・ローレン卿っていう人たちがいろんな美術品とかですね、集めていて、で、1759年に国に譲られて公開されたのが始まりで、もう中な、もうめちゃくちゃ広くてですね、全部見るのにもう1日あっても足りないぐらいなんですよね。で、ここはね、入ってすぐぐらいのところかな。このフロアにお手洗いとかお土産屋さんとか、あとちょこちょこっとご飯食べれたりするとこもあるんですけど、お土産屋さん、見てこれ、春画。これ結構ね、春画の写真集がですね、結構たくさん並んでて売れてたみたいで、はい。で、中に入ってすぐに出てくるのが、これ、ロゼッタストーンですよね。もう、とりあえずね、大英博物館に来たらこれを見ろと言わんばかりに、はい。で、中ね、いろいろ書いてあってね、これ読もうと思ったんですけどね、正直ね、わかりません。何書いてあるのかわかりません。まあ、これ、1799年にですね、ナポレオン軍が発見したもので、ヒエログリフとデモティックと、あと古代ギリシャ文字がね、書かれていて、まあ、これによってエジプト文明の歴史がね、どんどん明らかになっていったっていうものなんですけどね。わかりませんでした。で、やっぱりこの大英博物館といえばですね、もう目玉は、この古代エジプトのフロアなんですよね。で、本当に大きな、で、これ目の前に見えるね、このお顔はね、あれは、アメンホテプ3世の銅像ですね。で、これね、僕大好きなんですけれど、これはですね、うずくまるアフロディーテ像、ヴィーナスですよね。あ、これは古代ギリシャの彫刻なんですけれど、このね、ヴィーナスはね、本当にね、どの角度から見てもね、美しいんですよ。まあ、今回僕、大英博物館行ってですね、一番いいなと思ったのはこのアフロディーテ像ですね。まあ特に後ろから見た時ね、ちょっと大きなお尻、あれは本当美しいなって思いましたね。で、さっき見えたのがアッシリアの人面有翼お牛像ですね。アッシリアの守護神ですよね。で、このフロアは古代ギリシャのフロアでですね、もう様々なね、綺麗な彫刻が並んでるんですけれど、まあ、よくね、イギリスっていう国はこの古代ギリシャのこの見事な彫刻をですね、
切り刻んで、イギリス本国に持ち帰ったなとね、それがやっぱりさすがイギリスっていうか、やっぱギリシャとしてはね、これ返してほしいなってね、強く願ってるんですけどね、なかなか返さないですけど。で、ここはまた古代エジプトのフロアでして、後ろにいたのがラムセス2世の胸像ですね。でこちらはゲイア・アンダーソンの猫、まあ、古代エジプトでその女神バステトの化身としてですね、敬われていたエジプトのニャンコですね。でこのフロア、まあ、ここからはですね、だんだんミイラゾーンになっていくんですよね。これは猫のミイラですね。結構昔のエジプトの人はですね、ニャンコをなんかミイラにするっていう風習もねあったみたいで、結構猫のミイラもねたくさん飾られてまして、まあここから先さまざまなミイラが飾られているわけなんですけれどね、まあまあエジプトの人にとってはですね、これ死者の章ですね。エジプトの人にとってはですね、やっぱり自分の国の、昔の人たちの遺体をですね、まあ、イギリスに、持って行かれてですね、それを展示されてるっていうのもですね、まあ、屈辱的なものもあるのでですね、まあ、なので、まあ、本来は返してほしいとですね、強く願ってるわけですね。ミイラ以外にも様々なですね、彫刻とかも。まあ、なかなかですね、これイギリスは返さないところがね、まあ、さすがイギリスっていうところなんですけどね。はい、でこっから先ねミイラゾーンがですねずっと続いていくわけですよね。大英博物館の目玉の一つでもあるんですよね、このミイラがたくさん展示されてるっていうのは。まあエジプト、ギリシャ以外にもですね、今回ねちょっと行くの忘れてたんですけどね、イースター島のモアイもですね飾られてるんですよね。ちょっとモアイと一緒にね写真撮りたかったんですけどね。あとさっきのお土産屋さんにあったあの春画の写真集なんですけど、春画はね、めちゃくちゃイギリス人に受けたらしくて、その春画のね、お土産の写真集をちょっと開いてみたんですけど、まあ、完全にね、エロ本でしたね。はい、もうかなりね、どぎつい、昔の、エロ本っていう感じだったんですけど、で、大英博物館は終わって、夜になりまして、ここからはウエストエンドの、ハーマジェスタシアター、オペラ座の怪人ザ・ファントム・オブ・ジ・オペラを見に行くわけでございます。で、まあ結構ね、もう中満席なんですよね。早い段階でね、チケット売り切れちゃうらしくて、で、まあ今回は1階の真ん中あたりの席で、まあ、結構いい席だったんですけどね、そこで見ることになって、まあ、オペラ座の怪人はですね、僕、ニューヨークのブロードウェイでも見たことがありまして、昔からね、大好きなんですよね。もうファントムがね、好きすぎてたまらない私なんですけれど、でこれが、劇場の中なんですけど、もう満席でですね、結構席もちっちゃくてぎゅうぎゅう詰めで、もう、前も隙間がないぐらい、座席と座席の間の隙間がほとんどないぐらいで、まあ、もちろんね、日本と違ってもみんなマスクもしないし、もう大声出しまくりでしたね。はい。で、これ今休憩時間ですかね。まあ、一応劇場、上映してるのを撮影するのは NG なんですけど、これ休憩時間中にこのシャンデリアがですね、ちょっと移動するんですよね。休憩時間中はね、一応撮影はね、OK みたいな感じだったんで撮影させていただいて、あとはね、カーテンコールも、なんか暗黙の了解でですね、撮影 OK みたいな感じだったんですけど、一応そこはね、遠慮させていただきました。で、終わってね、本当に面白かったですね。で、今回見てね、一番びっくりしたのはですね、ヒロイン、クリスティーヌっているじゃないですか。クリスティーヌがですね、なんとね、黒人だったんですよね。で僕、それ、上映されるまで知らなくて、まあ、他のイギリスの人たちはみんな知ってたと思うんですけど、これがクリスティーヌなんですよね。なので、まあ、やっぱりイギリス、ポリティカルコレクトネスとかもですね、だんだん浸透してきたっていうのもあって、でも本当に歌は上手かったし、演技も上手だったんでね、実力でクリスティーヌになった人なんだなって思いましたね。ということで、ではまた。